お疲れ様です。今日は第2弾、たけさんのアルバイト企画。はい、ということで、行ってみようって言ってください。行ってみよう。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。バイバイ。じゃあ、お疲れ様です。硬い。どうせ硬いな。頭決め直言ってやってくださいよ。なんか下心も怒らんと。はい、失礼して。ちょっと見ようか。ちょっとアルバイトの先輩としてちょっとお世話する。あ、いいですよ。さきさん、私が教えますね。はい。じゃあ、まず飲み物からいきますね。すいません。生ください。生お願いします。はい。早速いけるっすか？大丈夫っきり。あ、違います。それ生台の時っす。生ここから。いいですね。OK、で、こちらのお客さんに渡してください。失礼します。ノービールです。はい、ありがとうございます。あ、お待たせしました。はい。ありがとう。はい。で、1、1、2、3、4です。カンタの100倍やったるもんで、いいでしょ。僕、アルバイトで。で、多分書いてないんで書かないといけないです。今の生一応。飲み物を上から。食べ物下から書きます。了解です。これが1番の特選で、あ、正の字がいいですね、なたけさん。足してくんで、すいません、足してくんで。了解です。で、これはレバー、特選レバー。失礼します。レバーです。じゃあドリンクを教えますね、私が。サワーはこれに氷、ここにある氷入れて、ここにサワーってあるんです、一番奥す、それを入れて、でその種類を入れる。いいですって感じですかね。で、ここの芋とかもその出た時に、まあ、悪い時はこういう、そうです、感じで。で、お客さん来たらおしぼりを開いて、そうです、ここのカンタさんので見てるから大体わかるっすよね。でもどこもそう、まあ、そか。おしぼり出して、で、これあれも出します。お皿セット、人数分、鶏皿とタレのお皿とトング一つと箸、はい、人数分で、まず洗い、きれいに洗い流したらおしぼこういうのもやってたんすか。うん、焼肉屋でバイトしてたんすか。うん、しゃぶしゃぶよ。しゃぶしゃぶなんだ。いや、こういうのは全然ないっすよ。なんか鍋とかっすよね、しゃぶしゃぶ。鍋、鍋めっちゃ洗わなきゃいけないっすね。まあでも、欲しくったら自分でお店出したいな。これ飲食店っすか。趣味程度の知り合いとかが来てくれるような、いいかもですね、それは。とりあえず、B4 アウト。綺麗になってます。意外とこういう作業好きかもしれない。綺麗になってくるのがいいな。嬉しいですよね。おじいちゃん、おじいちゃん、暇だな。そうですね。もっとバタバタ、ね、やりたいね。カンタさんの時ぐらい来てくれたら、やりたいよね。まだ。なんか暇さしてごめんな。いや、全然大丈夫です。いらっしゃって。
なんか初仕事でおしぼりゴミ箱捨ててました。お父さんも もうやばいっすよ。帰る帰る。失礼します。いらっしゃいませ。あ、塩ブロンちゃん、私ハイブロンで買うんですけど、って言われてませんでした。なんかありますよね。壺漬けなんたらってありません。壺漬けって何ぐらいですか。あ、見て。はい。ずっと、赤い。さっきの皿。そうです。一番上のやつと、四個とトング、奥にあるトングですね。これ帰り道だっただけですよ。うわ、帰り道だっただけです。お疲れ様です。座っていいですか。座ろうとしておるし。いいよ、お客さんいないからいいよ。ここじこじらに。お客さん来たらお前帰れ。俺すぐ帰りますよ。ジムがあるんで、この後。どうですか、一人で来てくれました。ね、まさか来るとは思わなかった。私も来ないって聞いてたんですけど。キーマカレーと、キーマカレーと、キュウリ。チョイス。私のやつと、私のサイザーです。サイザーロンもいいな。あ、そう、ラッシャーでしたね。おしぼり投げてこない。今日のどうですか、今日の店員さんは。前の店員さんと違うし。おしぼりが飛んでこない。飛んでこない。あなたの瞳に乾杯。おー、うまそう。これが半熟卵ですね。俺ら一般人できない。彼氏目線欲しい。彼氏目線水を食べ欲しい。はい、カレーはあげないけど卵とご飯だけ。彼氏なのに使っていいよって。サムネ、サムネこっちにしよう。彼氏なのに使っていいよって。お会計ですか。そうそうそう。最初、2番さんお会計ね。おー、ごちそうさまでした。お金はいらないの。なんで。お釣りの方が高いっすよ。ちょっと待って。ごちそうさまでした。どうですか、
どうですか、久しぶりのアルバイト。すげえ青春時代を思い出せる。もう何年前ですか。何年だろうね。でもちょくちょく昼やりながらバイトしてた時期あった。どうだろう、二十歳になるぐらいまでは掛け持ちしてた。言うてそこまで何年、何十年ぶりとかではないってことですよね。5年ぶりとか。じゃあ後半も頑張ってくださいね。うん、それより暇なんで。まあそれはちょっとありますね。まあゴールデンウィークなんで眠くなっちゃってるね。途中で頑張ってください。お疲れ様です。あ、です。あ、おー、みちょ。おー、じゃあ、バイトどうなの。はい、バイトどうなの。バイトしますよ。全然喋らんな、お前。つまんねえ。いや、まあ、経験してるから、やっぱり。ぎこちなさとかはない、カンタさんの時。急に喋らんじゃん。あ、喋るのは。違う違う、それ。喋るのはカンタさんのが喋ってくれたかもしれない。マジ。いや、何も教えてないから、普通にやっとる。いいんですか、いそう。いや、使える、全然。はい、ここやっとる。やってる。お肌も。うまいよ。あ、今来たの。ビオが終わったらね。ビオが終わったらね。まあ。だったら、ビオが偉いな。だから、まあ。お願いします。あ、ママのと、マカムちゃんの。あ、ママの。じゃが、娘の写真。今日もありがとうございます。今日もその顔で数字を取っていただいて。長尾ちゃん数字も取るね。ありがとうございます。今日もウロン茶です。安定のウロン茶で。毎日ウロン茶です。今日は結構頑張ってるみたいですね。そうです。なんかでもこの間の神田くんより堂々としてるんで。まあ経験してるんで。あ、そっか。ここでじゃなくても神田さんは人生で初めてだったんですけど。たけさんの場合は。なんかね、神田くんはこの間堂々した。本当に。はい、喜んで。はい、喜んで。ちょっと違います。お手本お願いします。はい、喜んで。これが正解。はい、喜んで。じゃあちょっと早めに、今日たけさんどうでした。何も教えてないけどちゃんとやってる。でも俺取ったもん。俺だって、あと3日間頑張ってもらう。今日たけさんどうでした。たけさんどうでした。いいね。見た目がいいといいです。前回もそうだけど、たくすぐそういうこと言ってます。見た目がいいと。これ以上褒めるところはまだない。みたいな。俺の方がいいと。俺の方がいいと。何の売り。どうでしたバイト。どうでしたバイト1日目。いや、楽しい。楽しかったです。他に感想ないですか。楽しいよ。他に感想は。楽しいよ。感想は、白人さんのお店っていい店だ。ちょっとそんなに人が集まってくるんですか。ありがとうございました。こんにちは。まあカットなんですけどね、あなた。カットで、カットで全然。お前。はい、おです。あ、おいしいんかな。はい、喜んで。おいしいんかな。喜んで。喜んで。マイルドが甘みがある。何マイルドだけど甘みがある。甘みがある。同じこと言ってる。そしてその甘みの中に上品さがある。なるほど。どうでした、竹さんのアルバイト。今見た感じ。いや、でも頑張っとるね。カンタさんの時とまた違った感じ。よかった。カンタさんの時とは違った感じ、またよかった。いや、だけど恥ずかしがりな。うちの社員恥ずかしがりしかないね。岡部さん来てくれた。それでは嬉しいよな。リュウジとかショウが来んっていうのは寂しいよな。仲間がバイト頑張っとるのにな。岡部さん来てくれて涙出そうになった。だよな。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、
き取り親方の方、まあ、個人事業主の方、まあ、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。まあでもね、はい、頑張って、まあ、本当に少々皆さん、本当に、まあ、職人がこうやってね、働いて、まあ、自分で働きたいということをしながら、そうですね、うん、はい、これがいいのに別として、まあ、でも本当にどの商売も大変だし、あれだけど、うん、まあ、じゃあ皆さん、ちょっと前をプライでちょっとみんながベロベロですけど、はい、だからみんなが幸せにハッピーになりますように、はい、アルコール飲みながら発信しておりますので、はい、たけちゃん、最後、はい、また見てね、バイバイ。Yeah.